氷川龍介は日本のアニメ特撮研究家、明治大学大学院特任教授、東京工業大学卒、1977年に月刊アウト宇宙戦艦ヤマト特集でデビューし、黎明期のアニメ特撮出版、レコードに関わる、IT 系企業で通信機器開発に携わり、国際標準化活動の経験あり、文化庁、 メディア芸術再審査委員、毎日映画コンクール審査委員などを歴任。文化庁向けに、日本特撮に関する調査報告書、日本アニメーションガイドロボットアニメ編を執筆。主な編著等、20年目のザンボットさん、世紀末、アニメ熱論、細田守の世界、希望と奇跡を生むアニメーション、ジアートオブシンゴジラなど。1973年、 SF マガジンテレポート欄で中島信介を中心たに怪獣映画ファン同士の交流が始まる。そして、それが中というファングループの怪獣ファン人、パフに発展した。1975年の高校在学中に竹内博主導により結成された特撮研究団体怪獣クラブに参加する。メンバーには中島信介、安井久志、原口智夫、 特技吉原、清崎、木、西脇博光、金田雅美、海田裕二、池田範明、富澤雅彦などがいた。1977年の大学在学中に宇宙戦艦ヤマトファンクラブ、ヤマトアソシエーション会長を務めたことがきっかけで、当時のアニメブームを受けて創刊されたばかりのアニメ雑誌の制作スタッフにアルバイトとして参加する。メディアの早々期であり、 プロのアニメ専業ライターがおらず、ファン活動を行っていた者が、プロ活動を始める格好の舞台となっていた。実りリ処防発行の月刊アウト宇宙戦艦ヤマト特集号の執筆を手始めに、特撮作品のムックボンでは、ライターとカメラマンを兼任し、一方で、キングレコードにも在籍して、機動戦士ガンダムなど、日本サンライズ作品のサウンドトラック等の構成を行う。 他にもアニメ雑誌、アニメ国、中谷達也名義での執筆、講談社発行の機動戦士ガンダム関連の出版物の編集等を行う。大学卒業後は電気系メーカーに就職し、会社員生活を送る一方で、商用パソコン通信にフティサーブでアニメジャンルのフォーラムに参加する。ここで、ロとなるハンドルネームでの書き込みの内容の濃さに注目が集まり、 一目置かれる存在となる。これが、作家の岡田敏夫の目に留まり、岡田が講師を務めていた東京大学で講演が実施されるなど、活動を再開するきっかけとなった。その後、1997年に、富野義行監督のテレビアニメ、無敵超人ザンボトさ3にスポットを当てた初の著書、20年目のザンボトさ3を、氷川隆介名義で刊行して、 本格的に業界に復帰した。2014年10月30日、第27回東京国際映画祭の庵野秀明の世界にて、庵野秀明と2001年にはメーカーを退職し、専業ライターとして、雑誌、ムック本、レーザーディスク、DVD などの解説書の編集や執筆、単行本を出版するなどして、活躍の場を広げている。 2004年から不定期放映されているトーク番組 BS アニメやワではアニメ制作向けの技術解説を務めている。初登場時には金大工作外の思いを語り、最も繰り返し見た OB 作品が銀河旋風ブライガーだと話している。ラジオ分野にも進出し、2007年9月7日の朝 A&G 開局以降アニメ文化通信朝 A&G ナビ、アニスキ、などで論説委員としてアニメ作品の解説を担当している。2014年には明治大学大学院国際日本学研究科の客員教授に就任した。また、文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門の審査員主催や東京アニメアワードフェスティバルの実行委員、吉祥寺アニメーション映画祭の審査員など様々な役職も務めている。 2018年4月からは明治大学大学院国際日本学研究科の特任教授に就任した。ありがとうございます。